三冠日あるやん、何始めるわよ。はい。楽しみ方はいろいろあるけど、一番の基本は他人の城に攻め込む、そして勝利。私、強い男が好きよ。勝利条件は3つ。破壊率 50% 以上、城を落とす、この真ん中のお城ね、そして破壊率 100% 全部壊す、たったこれだけ。簡単でしょ？簡単でございます。だったら心に刻み込む、戦いも恋もメモる暇なし。次は具体的なレッスンよ。城を攻めるのは恋愛と一緒、闇雲に攻めてちゃ落ちるもんも落ちないってわけ。例えばこのお城だけど、ここが空いてるから攻めやすそうだけど、おそらく罠がある可能性が高いわ。罠にかかると一気に兵を失ってしまうの。お城も女も罠にだけは気をつけなさい。つまり攻めるのはここ。まずは重機兵で相手の攻撃を受け止める、そして壁の向こうを弓矢兵で攻撃、4つの建物を一気に壊すわ。次に城壁をぶち破り侵入よ。城壁を破るには牛とどめは強力な武将たち、施設を破壊する諸葛亮、敵からのダメージを一身に受けてくれる曹操、そして何もかも一気に全滅する両夫。こうなったら私も出陣よ。仲間を生き返らせる私こと挑戦。つい興奮しちゃったわ。ちょっと休むわ。一気に進めちゃったけど、おさらいよ。まずは罠がありそうな場所の把握。場所の把握？防衛施設の位置の確認、そして敵武将の位置の確認よ。強力な防衛施設と敵武将は先に倒しておくと後々楽だからね。はい。牛で壁を破って、兵で攻めて、武将で倒す、今のが最も基本となる戦い方。名付けてコードネーム王の道。ほらメモ。出会って連絡先を聞いて、何度か食事に行って、夜景の見えるバーで告白。結局王道が一番効果的なのよね。先生、自分のような人間にも王道は可能でありますか？できるできないじゃないのよ。やるかやらないか、いや、やるかやりまくるしかないのよ。やるかやりまくるか。はい、やるかやりまくるか。やるかやりまくるか。声が小さい。やるかやりまくるか。やるかやりまくるか。そうは言っても王道だけで進めないのが世の中の断り。私が大人の戦い方を教えてあげるわ。感謝しなさい。ありがとうございます。弓矢兵100体出して壁を囲んじゃう、建物を 50% 破壊することを目指した戦法。コードネーム全方位アタック。壁を越えるスキルを持った武将で一気に守城を破壊する戦法。コードネーム一点突破。心の壁ごとすり抜けちゃうわよ。他にも鈍行兵で地面に潜って攻めたり、いろいろやり方があるわ。勉強になりました。戦い方は無限大。今すぐダウンロードして、あなただけの戦法で城も女も落としてみなさい。おい、先生落としたいです。
まだ私人妻よ。